より詳しく説明していただいた方が白いですから。そうですね。ストーリー精査したいですね。なんでなん物語はどこから始まるの、うん、物語4月私はチャプター1今ここに4月だいぶ前ないなおい遅刻して今すぐアーカイブ行かなきゃうわっレレイさんお願いしますお願いしますめちゃくちゃ人外が重なってたんでしょなんかちょうだいなんかちょうだいなんかちょうだいなんかだーハンバーガーちゃーんあー優秀な人材を探していますお願いします優秀な優秀な人材探しています優秀な人材を探してあなたでもなんか鼻かんでるからな優秀じゃなさそうだなお願いします鼻かんでんの鼻かんでるから鼻つまんでるな頑張るねちょっと風邪気味でやってるのお願いしますよ風邪気味のやつあ、危ない危ない優秀な人材でしょ優秀な人材を探してくれなさそう今回はいいよ。ああ。特別だから。ああ。ああ。なんだろう。なんだろう。まだ言ってんのかよ。もうなんだろうっていうともう人外にしか聞こえなくなっちゃうの。あ、暗室の中です。はい。レイ様。停電の中って言いました。暗室の中です。ラーメン屋さんが目の前もう一緒に通りましたよね。ラーメン屋さん？ラーメン？ペンギンが連れ込んだんだ。ペンギンが連れ込んだんでしょ暗室に肉トマトあーなるほど良くないねよくある上等手段ですよ仕入れたんだ暗室キル仕入れたんだうん俺は神ですよ畑迫は絶対できないです畑迫はさすがにそのキル関われないいや無理だろうね畑迫はねさすがに無理やなやめろやめろ畑迫だけは無理言い過ぎた畑迫さんだけはしろ本当にやめろ畑迫は神ですよあーありがとうございますなんだろう本当にしろ。なんだろうな発動しちゃうよだったら。うん、神ですよ。絶対できない。わかんないか。他になんか情報はないの？展望デッキのハンバーガーはね肉から始まったよ。皆さんあんま言わない方です。バレちゃいますよ。撃たれますよ皆さん。撃たれちゃうだろう。ハンバーガー本当だ。いや撃てます。神だから。撃てますよ。神だから大丈夫です。私は神ですよ。神だから。神で撃ってください。神では撃てない。まあ、私神ですよなんだそれ。はい。分からんねでもね。なんだろう。見てないですねメイちゃん。見てないね。ラーメンさんの一緒に発見しましたよね。お前んちお化け屋敷。カット。カット。カット。おばあちゃんじゃなかったっけおじいちゃん犯人はミサトランです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 お前何言ってんだよ犯人だなおめえが犯人だな違いますすみませんでしたはいはい反省してもね、嫌だよね、こんなやつと一緒にシャワー浴びるの。そんなことありま。あ、本当。ああ、ミサトランさん、ミサトランさん、ミサトランさん、ペンギン、ペンギン、ペンギン。レレイさんがね、何やってんだよ。ミサトランさん、引っ張ってましたね、あなた今。レレイさんが、強子を引きずり回して、貨物で殺しました。ミサトランさんが引きずり回していました。で、弾け飛びました。僕から逃げようとしてて、最後、弾け飛んで、時間切れで多分。ね、やっぱより詳しく説明していただいた方が白いですから。そうですね。ストーリー精査したいですね。なんで京子さんなのか。
なんで京子さんを選んだのか教えてください、お二人から。物語はアーカイブから始まります。おお、長そうだな。絶対レレイさんじゃん。私はまあそのアーカイブでなんか本棚いろいろやってる間終わったんで、右側のなんかこのなんかトイレあるとこに向かっていきました。そしたらトイレの中から揉み合うミサトランと倉持京子が出てき、詳細だな。そのまま金庫室の方に2人で揉み合いながら石が階段を降りていきました。でそしたら階段降り終わったあたりで倉持京子が弾け飛んで僕がレポートです。違います。ね、私目線の話をしてもいいでしょうか。物語はどこから始まるの。物語4月、私はチャプター1高校生4月だいぶ前遅刻しつつ、遅刻アーカイブ行かなきゃ。うわレレイさん、あ、すいません、ぶつかっちゃって。お前こんな不細工なやつとぶつかって最悪だわ。え、最低。ピンコンカンコンガラガラ、こんにちは。あ、さっきぶつかってきたやつレレイさんだ。京子さん、おぶさ。なんで名前つけたんだよ最初から。京子さん、殺したレレイさんが破綻してるぞこれ。これまだ4月です。はい、4月だよこれ。6月これまだ4月。鼻にティッシュ入れながら走ってそうだな。6月、文化祭編、レレイさんが、やばい、京子さんの手伝わなきゃ。よいしょ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 。レレイさんが、ぐさ。うわレレイさんが切った。そういった状況です。レレイさんだもん、お前。感動した、レレイさんだ。おえぇぇ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 ぇ失敗したんか、切ろうとして。いやいや、ペンギンじゃないじゃん。ペンギンじゃないじゃん。あ、そっかそっか。レレイさん、あんたやったわ。あんたやったね。おい、おい、ふざけんじゃねえ。さよなら。なんでミサトランさん死んだ。なんでなん、マジで。手を挙げて。バレりゃ気をつけて、ふざけんなし。持ってるよ、持ってるよ、持ってるんだろうがよ。やばすぎ。嘘だろ、俺の声が聞こえねえのか。あれ早い、早いな、死ぬのか。どうやって死んだの。ゴンゾー。ゴンゾー誰、誰ゴンゾー。ゴンゾーって誰。いないね。八山ゴンゾー。おー、これね。え、覚えこのキリネロちゃんだよね。あ、セリフ渡したのか。どうやって記録がたまるんですか。いや違う、瀬戸がネロちゃんに村長渡して瀬戸死んでるべ、これ。違いますよ。え、え、あ、そうなの。あー、なるほどね。瀬戸がネロちゃんに渡すって言って、ネロちゃんが人外だから瀬戸が死んだっていう主張をハッちゃんはしてるってことか。じゃあなんか俺に渡すって言って俺逃げたんよ。うん、そしたら上で死んでるように見えてたんだけど、わかんない、ちょっと時間のズレがあるかもしれない。僕じゃないですよね。じゃあハッちゃんじゃん。いや違う、だから逃げ切ったのよ俺は。逃げ切っ、え、うん、なんで逃げ切るの村長から。そうだよ、確かに。なんで欲しくないの。いその行動が黒いよねって言われたらそうだけど、あ、俺だったかな。こいつなんで逃げたの。なんだろう。確かに。明快でも言うんかい、おい。ストーリー聞かせてくださいよ。なんでなんでなんで。物語は。物語はそう、宿舎前で始まったんです。何月。四月です。みんな遠いんだよ。長いな。なんだ。また。はいはい、俺が湧いたら、瀬戸朝日とネロちゃんが、なんで長渕なんだよ。二人で俺がやったんじゃねえかって問い詰めるから、俺じゃねえよって言ったら、瀬戸朝日がお前にシェリフやるよ。ネロちゃん見てたよ。すごい空気。これ僕はその声にびっくりして逃げたんだ。空気がすごい見てらんない。そしたら後ろでー長渕の癖がすごい。ロングトーンすごい。瀬戸朝日の悲鳴が聞こえた。時間稼いでるの。めんちゃん寄ってきたよな。時間稼いでるんだろ。犯人は本当だ、悲鳴聞こえて。ネロちゃん、あんただろう。どうって悲鳴聞こえないって言っちゃう。悲鳴は聞こえないですってなんか。すいませんでした。なんで認めんだよ。認めないでください。ネロちゃんにいられろ。でもこれ、ダメちゃダメだよ。
入ってる。うん、生きた。耐えてる。耐えてる。長渕有効なんだな。なあ。そういうことか。おい、ハタサコ、あいつら二人ぶち抜け。もう、オッケー。バレてんのか、ここで。ハタサコを探せ、ハタサコ。ハタサコ、痛い痛い、よかったよかったよかった。よしよしよし、宮宮たらと発砲されたら困るよね。おい、おい、エンジン2、エンジン2。2だ。オッケー、オッケー、エンジン2。いけいけいけ。決めちゃう、決めちゃう、決めちゃう。いけいけ、ハタサコ、発射発射あー。死んでない。そ死んでない。ちょっとハンバーグだけ作らせて。ハンバーグだけ作るって。よしよしよし。話聞こうか。姉ちゃんさ、最近どこで遊んでんの？最近ね、渋谷の、ヤーシブのさ、ヤーシブ町田商店知ってる？え、知らねえ。マルキュー？そう、マルキューからちょっと遠いんだけど、あそこの町田商店めっちゃいいんだよね。早く、早く、うわぁ！お、はっちゃんがやりました。嘘でしょ？あー、じゃあはっちゃんなんだろうな。ヨロちゃん、人外ですよ。なんだろう。こいつは怖いなぁ。おい、使いやがったな、俺を。え？ここで長渕。はっちゃんが、ミサトランを撃ったんですか？え？あの、下手…下手な人ですね。ほんと下手くそだな、こいつ。下手な人って何の話ですか？何のことですか？下手な波動を飛んできてて、やつシャワーに向かって、やつマジで下手くそなんじゃない。一発目の時は特に何もなかったんですけど、二発目靴がなくなったくらいで助かってるんですけど、本当に下手くそなんだよな。これは畑坂さんで決定しちゃう。一応報告だけね。もう下手くそだった。教えてください。まだまだ下手なんで。しゃが出てないってことはそういうことなんでしょうね。僕が人外を語ってはっちゃんに麺屋さんを殺してもらいました。これはね、なんでかというとラバーズケアもあるんです。ふざけんな、てめえもじゃラバーズじゃないか。てめえもラバーズケアされろや。俺に入れてと思ってるやついんのか。誰だ今入ってたの。はい。誰だ今入ってたの。はい。誰だ。はい。はい。一番声高いやつに入れるわ。でかいやつじゃない。あ、誰だ今の。ポンゼロです。はい。ポンズか。これです。シェー。タコです。ええ。うわあ。おお。やっぱりラバーズだよね。お前ら全員。やっぱりね。シェー。俺パン屋。あたそこやれ。すごい。パン屋いねえんだよ今日。パン屋いねえんだよ。これラバーズ勝っちゃうんじゃない？ラバーズ勝つか。波動砲頑張れおら。波動砲お前。クソ。最後に最後にしっかり決めろよ。うまい波動砲見たい。あたそこさん下手くそだからな。マジで下手くそだから。うまいうまい。やめ見て。おい、シャワー噛んだからシャワーいけるやん。そうだよ、そうそうそう、指示出すから。はい、俺がドミン見とくわ。はい、でももう正直足に出す。もう全員揃ってる。おいおい、危ないところだったぜ。やばい人いる。左に危ないところだったぜ。リアクターの、リアクターならせばいいの。閉めてくれ。バカ切れば分かった。閉めてくれ。この頼む、一緒にいるやつが切れば分かった。いやいや、覚えてくれ。もういねえよ、インポスターよ。椅子のとこにいた人が死ぬゲームやるでしょ。やろう。この好きにできるやん。この椅子、ロキでお願いします。ロキでお願いします。ロキ。全然ロキじゃない。でんでんでれれ。でん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 うわ、しかもよりによって。うわなんでアホやな。余韻で死んだし、波動の余韻で巻き込まれてもうてるやん。波動の余韻に入っちゃってた。余波で死んだら今だってもうたね。余波の残りで死んだよ。やばすぎたからね。巻き込まれてたやん。一生余計余計さもんあいつら。ほっといてなんなんだけど。
はい、ホットドッグなんだけど曲の終わりが全く聞こえなくて。